つずらふじかは、草子用植物のトガで、七十属五百種ほどからなる。ほとんどが、熱帯に分布し日本は分布の北限にあたるため数種、のみである。多くの種類で、木本性のツル植物であるが、草本性のツル植物のものや、低木も一部に知られる。私有一種で、花は小さく、花弁、額、おしべは数個、めしべは一、または三のものが多い。葉は 本家の植物は一般にアルカロイドを含み人にとっては有毒であり、食用にはできない。漢方などの伝統医学では薬として使われるものもある。南米の熱帯ウリンなどに分布するコンドラガンドラン属、アブタ属、カレリア属他数属から抽出される毒はクラーレなどと呼ばれ、先住民は野毒として使うことがある。有効成分は D ツボクラリンなどで、 神経伝達を遮断することで筋肉を麻痺させ、死に至る猛毒である。また、蛍光摂取では毒性を発揮しないという性質があり、仕留めた獲物を食べることになる狩猟用の野毒としては最適の毒である。この毒の構造をもとに筋肢肝剤の一種スキサマトニウムが開発されるなどとして応用もなされている。野毒の原料となる植物には他に、金胞下科、胸蓄糖科、 クワカ、マチンカや東大草カがあるが、地域によって主に利用される植物に違いがあり、特に南米は、ツズラフジ科の有毒植物を使う民族が多いと言われている。日本のカゴの一種であるツズラは現在は竹で作るのが一般的であるが、かつてはツズラフジ類の弦を編んで作っていたとされる。また、日本語の葛藤という言葉は、 つづら富士の漢字表記である葛藤と一緒である。語源は、つづら富士の弦がもつれ合う様子に由来しているとの説も、ある。ほとんどが熱帯性の種であり、和名が定まっていないものが多い。和名未定の赤トライブブラサインエアへ和名未定のの村ジ。以下の族を含む。トライブコシニー和名未定の赤トライブのマスパーミ、和名未定のの村地。トライブシサンプリデイトライブリメイシは妙未定えの村地。 次の一族だけからなる、一重型の村地である。トライブマニスパーミはミテイのワミオは、葉の形がコウモリに似ているる植物であることに、由来すると言われる。学名、マニスパーメム及び英名、ムーンシードは、共に、ガツの種の意味で種子の形に由来する。トライブパキゴニはミテイのレントライブスピラスパーミは、はミテイのレントライブティリアクーリはミテイの連所属不明。 インサーティセットス。ありがとうございます。